Yes. Yay. そう。ね、六本木フェスでした、今日は。楽しかった。一瞬だったんだけど、ウケる。一瞬、マジで一瞬だった。もう一回やろうよってぐらい。髪そんな長かったっけ？確かにちょっとボリューミーに見える？ね、確かに。伸びましたね、結構ね。ちょっと物足りないけど。うん。短いよね。私も今日短くない？って思った。楽しくて。全然私はね、全然良かったけどね、あと20分ぐらい。20分くらいやってもよかった。ね。私もそう思う。めっちゃやりたかった。1時間ステージとかでもよかったくらい。ね。元気。元気は元気。元気が残ってるよ。出し切れよって。いや、でも結構会場は熱くて盛り上がって、でもうすごかったですね。熱かった。本当に熱かった。熱かったし、ライブ中は全部楽しかった。明日波動だからね。あ、そうでした。明日波動でした。やばー、明日波動なんだ。来たー。波動です、皆さん。明日波動です。ご存知でしたか？今日はね、見たいんだけど、スラムダンクね、ちょっと迷ってる。やることがあって。編集もだけど。他にもやることがあって、ちょっとお預けかもしれない。今日はどうしようって感じです。あ、そう、ジャンプ買った、ジャンプ買った。スラムダンクね、見たい。まだあともう少し残ってる。いや、もうね、本心斎っていうかね、いや、もう今迷ってる。アプリじゃなくて、やっぱりこの本で見る楽しさってあるよね。本から得られる。あるよね、栄養が。推しメンですね。いっちゃんいいとこいますね。かわいい。かわいすぎる。やばい。最高。髪っていいね。ほんと。髪大好き。この髪の匂いめっちゃ好き、私。変かな？この匂い。この匂い平気。いける人。インクの匂い、そう。 いいね。映画終わるよ、だって。それな、映画行かなきゃ。そうなの、スラムダンクも見なきゃいけないけど、仕事が 仕事しないと、仕事したい、しないといけないんだけど、配信してる。配信は決まりじゃない。決まりじゃないけど、やってる。 いや、大丈夫。まだ私にはあと5時間 あと5時間あるから、寝るまで。多分今日もありがたかったしね、ちょっと出番が最後だったので、そこまでね、そこまで、そう 早起きじゃなくて 今日も、いい感じです。
2月から鬼滅？マジ？あと5時間くらい起きてる多分。そう、最近朝早くなくてありがたい。とってももう最悪。正月からもう私のどうした、いつか言ってた、私夜更かし卒業しますって言ってたのに。まあそんなの無理だよね、やっぱり。どうしよう、全然変わってない、数年前から同じなんだけど。だから悪化してるんだけど、どんどん起きれてるんだけど、やばい。どうすんのこのまま行くと。寝る時間遅い。まあギリ日が落ちる前に寝てる。ん？日が上がる、日が出てくる前に寝てるけど。そう簡単には帰れない。そうなんだよね、本当に。小学生の生活がしたいって言ってた。いやめっちゃ憧れ、小学生に憧れてるもん。もうあの生活サイクルマジすごい偉いと思う。確かに小学校の頃元気いっぱいだった。うん。今やばい、本当に部活めっちゃ頑張ってる子が起きるぐらいの時間たとえ部活とか朝練がある人たちが、朝練あって学校からちょっと距離がある子たちが起きる時間ぐらいに寝てるから、やばいやばい本当に。うん、そうなんだよね、えやばいよね。でも正月あるあるじゃない、もしかして。同じ人いないかな、正月からこう時間のサイクルちょっとずれましたみたいな。なりません？なりますよね、なるなるなりますって。本当に逆転生活、イエーイ。はい、うん。だから今日も多分もう夜更かしですね。うん、ワールドカップからずれてる。あそこから。あ、今日高校野球じゃなかった、高校サッカー見てました。実は第1試合は 見れました。あの今日準決勝途中からだけど後半から見てた。後半だけ見れました、ちょっとだけ。そう、熊本が始まったぐらいでもう出なきゃいけなかったけど。うん、ね、大津も負けちゃったって言ってた。でもすごい惜しかったんだよね。そう、鹿児島も惜しかったね、すごい。いや、そうだからね、熊本の試合も見れてないんですよ、ほぼもうほぼ出ないといけなくて見れなくて、入場ですじゃないけどそのぐらいまで見たけど、テレビつけたらたまたま、私がテレビつけたタイミングが高校そのサッカーのその準決勝第一試合で、岡山だったっけ、岡山と鹿児島だったっけ。そう、じゃあ夜じゃないよ、今日の昼間の時間の話。待って、何時、昼1時ぐらい、1時2時ぐらいかなの時間。そうそう、今日の昼だよ、昼。違う、ワールドカップじゃなくて現在日本で行われてる、うん、そう、ほうね、そう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 、午前じゃない、午後2時ぐらい。まあそれで、そう、めっちゃ惜しかったんだよ、めっちゃ。それそう、なんかね、決めてるシーンから見ちゃって、えっすごっって、2対1になった瞬間から見始めて、その後すぐ点取り返すの。でも先に鹿児島が取って、次に、そう、あの岡山がすぐ取り返すのね。えっすげえって、だから2対2で、次3点目また入れたのね、鹿児島。えっもうこれ勝ちでしょと思ったら、また3点目すぐ取るわけよ。でそっから3対3からね、ちょっと長かったですね。いやもうお互いもうこれ以上失点をなくそうみたいな、もう気合が見れました。だから守り合ってて、だからどっちにも点が入んなくて、やっぱ結局その、そうなのよ、 PK 戦だったね。 PK 戦はもう心苦しくて、本当にっていう感じでしたね。うん、2試合とも PK だったな、後半のも PK だったのかねえ。だからすごかったです。そう、ついてたら見るぐらい、まだね今んとこ私そうだよ、観戦は行ってないんですよ。観戦行ったらもうハマっちゃいそう。あの
そうテレビついてたら見るくらいになっちゃった、うん、本当は録画してたなんか見ようと思ってたんだけど、ピッてつけた瞬間ゴールしてたよ、はっサッカーやってると思ってそのまま見ちゃった。朝そのホットサンドを最近食べてるんだけど、ホットサンドを食べながら見てた。朝じゃない、もう昼だった。もうどうようが無理。起きたのはまあ昼なんで今日もやばいやばい全部バレた今ので。ああうん、まあそのぐらいに起きてサッカーとホットサンドでサッカー見ながら、そう楽しいいい時間でしたね。はい、私今日のコーヒーあのスタか、うんそう学生時代だったらマネージャーになって、そう確かにこの活動しなかったらなんかやりたいわ、マネジメントやりたい。プレイヤーではなかったね多分、本当に私もこう見えてスポーツが見えぬどう見えてるか知らないけど、もう知ってる人はいっぱいいるかもしれないけど、私は本当にスポーツができないです。こう見えてめっちゃできそうって言われるんですけど、なんか最近知ったよって方はなんかめっちゃスポーツできる系女子って思われてそうだけど、全然できないです。受けるぐらいできないです。はい体力は AKB のおかげでつきました。中学1年生とか2年生の頃は中2で入ったんですけど、中1の頃は本当にドンツーだったんですけど、女子のマラソンとか。中3になってたらトップ5に入るぐらいの体力つきました、マラソンで。すごいよね、これだけはすごいなと思う。こんなに分かりやすく出るってぐらい、まあ、あと運動部の皆さんが3年生になって、女子ね、運動部のみんながあのどんどんやめてくじゃん、受験勉強で。だけど私は逆にそう活動めちゃめちゃやってたから、それで体力ついちゃって受ける、それでそうどんどん上がってった。うん、そう、うん、体力つくよ。家でそうずっと踊ってたりしてたからかな、帰って。そうなるかも。え、ギャルっぽい？マジ？今日？私？髪型が元気だから元気うん、いやでもね、チームメイトはもしかしたらもうあれかも、東京に出てくるだけで体力がついてたのかもしれない。いや長旅だよねって、あそう思う、通ってたって思うの本当すごいなって自分で最近思う本当に。うん、ありがとう。髪暗くしない？いや髪の毛、いやマジで行きたい、髪の毛の話、髪の毛行きたいから今予約取ってるところ。スケジュールがちょっとマジでスケジュールがそういつもね微妙なんですよね、タイミングが合わなくて今どこで行こうって感じ。マジで行きたい、髪の毛シャンプーなくなりそうでやばい。うん、カラオケ配信する、そのために配信してる。もう今日もうちょっと歌いたいなって体力が残ってるからちょっといい？ちょっといい？ってちょっといいかしらって、うん、まだいける、まだいけるから。でも充電がちょっと今何パーかな、今ずっと充電しながら配信してるんだけど何パーなんだろう、一回止めるよ、一瞬。70%だって。うん、何がいい歌？イベント帰りだから、イベントで歌った曲は歌わないけど多分充電まあまあできてた。あ
待って、フラゲのリベンジもうできない絶対。なんだったっけ、私ができないの、なんだっけフラゲもう忘れてるもんだって、もうこの時点で忘れた。何にしようかな。当たって砕けろ、あーどうだったっけ待って、本当のが分かんなくなった。もう当たって砕けろは、あほらもうできなくなっちゃってるダメだダメだ、リベンジも何も同じことやっちゃうだけだこれだと。ケロあるある、あ当たって砕けろあるある、男自体かこっち。当たって砕けろあるある、うん、当たって砕けろあるある男じゃないか、これフラゲでいく応援してよ、じゃあみんな応援してよ、応援してよっていうのやばい、なんかあれだけど、マジで2番ってね本当にね、2番まで 歌いたいね、確かに頑張ります。ギラギラ容赦ない太陽が強火で照りつける On the beach、 うぬぶれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の差がだね、二人目が合えばなぜかそらすのに僕をまたすぐ見る君って、もしかしてもしかしてフライゲット、僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか、フライゲット何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに、誰といても微笑み方で君が僕に恋をしてるのはペッパー、僕のもの好きだから、ラブフラゲ、クラクラ動揺した順序で砂浜ちなみしてたビキニ、告白ウェルカムさおいで素直にならなきゃ楽しくないぜ、その目誘ってる僕に来てくれと、それが妄想としても声をかけてみなきゃ始まらない、フライゲット君に空振りしても当たって砕けろあるある男じゃないか、フライゲットいつもやるだけやるさ、黙って見てても声は売り切れるよ、急ぎ足でも一番乗りに僕が君にゾッコンゾッコンなのは無双、フライゲットようやく待ってるような、周りの男たちを出し抜いて得意げにラブフラゲ、にゃんにゃんにゃん、できた、初めて歌えたかも。フライゲット僕
もの好きだからなんで？なんで間違えた今。おかしくない？私もよくわかんない。口が回らなかったんだけど油断してた普通に。ダメだったね。そんなうまくいかないか。なんで？私が油断したからか。やっぱり楽しくなって踊ってたら分かんなくなっちゃった歌詞が。まあまあまあ。またまたいつかリベンジさせてください。もうフラゲ歌うのやめよう。もうやめたくなっちゃう。惜しかったね。ありがとうございました。でフラゲ好きなのにって。次はちゃんと歌おうね。確かに。私の好きな曲歌おうじゃん。久しぶりに歌おう。あの最近聴いて歌いたい、最近歌ってないなって思った曲でもよく歌ってる曲。じゃんじゃん。またあなたのこと考えてた。窓の向こうを眺めながら何かしてないとそいつの間にか同じ景色に迷い込むのどうにもならないと分かっているでしょう。そんな自分をそっとなだめて「なってしまうと一日が短くなる」「会いたいって思うだけで日は昇り沈んでゆく」「ため息をつくと運が逃げると誰かからいつか」言われたけど胸に積もるこの切なさ言葉にできない。またあなたのこと考えてた。きっとみんなに呆れられる。できることならばもう私だって少しだけでも忘れたいよ。愛とか恋以外夢中になれるもの一つくらい何か見つけなきゃね。夜が来ても眠れないのは心がつぶやくから。いろんなことを思い出して天井を見上げている。明け方の夢はいつも浅くて鳥たちの声にうつらうつら夢の中で会えただけで幸せになれる。またあなたのこと考えてた。窓の向こうを眺めながら
覚めた東の空、目尻から流れている涙はいつの日にか消えるのかな。もうあなたのこと考えない、きっと無理だと分かっている、それは叶わない、その願いなのにずっと頭を離れないよ。またあなたのこと考えてた、窓の向こうを眺めながら、何かしてないとそいつの間にか同じ景色に迷い込むの、どうにもならないと分かっているでしょう。そんな自分をそっと眺めてる。はい。いい歌を歌いました。最近そう、大晦日公演で聞いたんでね。そうです、そうです。ありがとうございます。なんか盛り上がる系の曲歌う気でいたけどこういう曲もね楽しいよね、歌ってる側はねここカラオケだからさ、ありがとう。こういう系もね。次何しよう。好きなの歌っていいよ。ねえ。何しよっかな。何にしよう。曲決められないんだよね。でも君が好きだと叫びたいはもう最近ずっと歌ってるわ。バンされるわ。何にしようか。やばいよねスラムダンク今めっちゃ盛り上がってる。本当に盛り上がってるわ自分が、うん、あ、1ページだけね、あのジャンプ見た人分かる、ジャンプね、ジャンプジャンプ見た人分かると思うけど、1ページだけねスラムダンクがあったよね。あってさ、はっってなっちゃった私。はっキュッってなりました。はい。何にしよう曲ね。何がみんな好きだろう。やっぱちょっとコメント欄で決めよう。かっこいい系もうアニソン歌いたいわ本当。ワンピの歌もね、わかる。表面張力はね2番が歌えないんです。ギリ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 歌
リップグロスもう笑っちゃうってもうよくないけど、笑っちゃうって何、いつかやるかもしれないじゃんね、抱きしめられたらやるかな、うん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 、なんでもいい、じゃああれでいこう、ドゥルルルルルドゥンでいくね、ドゥルルルルルドゥン、知らん、ドゥルルルドゥン、知らんってやばいよね、知らない曲あるんだよな私、みんな知ってる全部、逆に聞きたい、みんな全曲知ってんの、やばい私まだ全然知らない曲あるんだよ、うん みんな知ってる？マジで聞きたい、本当に全部いけますって人いる？いやあ、いや、OK、嬉しい、全部わかんないって言ってくれる人はいる、嬉しい、あのさ AKB の試験みたいなのあったじゃない、メンバーがやったさ試験、あれさ、あれファンの方もやったっけ、やってほしいね、今もう一回センター試験、そうファンの方もあったんだっけ、あれ一緒に試験やんなかった、そうだ横並びで やってなかったっけ、気のせい、全然私分かんなかったっていうか、やばかった、低そううん、ねなんかやったよね、すごいわね、私も知らない曲結構ある、まだまだまだ、何にしようかな、羅針盤なんて渋滞のもと、危ない危ない危ない、誰にも言えない夢の話をいい歌いっぱいあるんだよ、ワンピースの歌、さあ行こう立ち止まることなく、いい歌、時間なくなるよって、本当だね、つながりよ、それもわかるよ、広がりよでしょ、すげえ、めっちゃ懐かしい、ビリビリするぐらい懐かしい、人生まだまだ終わってねー、ザ歯を食いしばってみたいな感じだよね青春、青春すぎてウケる稲妻イレブン、稲妻イレブンやっぱ見よう、どこだっけ、どっかでやってるって聞いたんだ、どっかでやりたいよ、変に照れくさって言えなかったんだよ、ありがとうな俺たちの絆にマジで感謝だっけ懐かしい、ウケる、稲妻イレブン見たい、最初のやつね、遠藤守が出てる頃ね、稲妻イレブンもさラーメン好きだったよね、みんなラーメン好きだよね、ナルトもラーメンばっか食べてたしさ、みんなラーメン大好きだよね、懐かしいね、相手系の夢をかき集め、探し物探しに行くのさ、
ポケットの恋いつか歌わせてほしい、ライブで。ライブでやろう一生私だけが楽しい時間になっちゃう。みんな置いてっちゃうからな。流星ボーイっていう名前が懐かしい。あったで、どんな歌だっけドボンライブならできるじゃん待って必死に見つけてんのもろ。確かにドボンライブならなんか他のカバーいけるみたいなあるよね、カバー時間みたいなね。うん、生誕イベントやればいいんじゃない揃いべ、揃いべで歌う。確かに、うんうんうん、難しい。おでんの歌あるよね。でもおでんの歌の方がなんか覚えてるな、イナズマイレブンの話。うん、時間がない。本当だね。決まらないねって。確かに。何歌う、もう喋って終わる喋って終わってもいいし別にいいよ。何系にする、もう歌より話してる方がいいもうみんなに任せるけど、あ、 MC 長いよって、すいません。ピンクスの酒を届けに行くよピンクスの酒も入れよう。ピンクスの酒 We are で初めて。ピンクスの酒は中盤がいいな。省力でワンピース歌うのはやばいでしょ。さすがにカオスだと思う。今想像しただけでカオスだった。舐めすぎやそれは決勝行かないと歌えないよね、自分の好きな曲。候補曲から選ぶんだよね。ユニットってどうやるんだろう、まだは全然分かってないけど。 We are 1曲目、最後何しよう。 We go とかにしとく。 We goウィーゴー、あれもいいよね。ファイナリストライブなら自由だったってファイナリストライブまで、ファイナリストライブまで頑張らないとワンピースの歌歌えないの。厳しい、厳しい世界だ。なるほど、どこか違う道を探したいな、うん、結構大変だな、うん、今回私ユニットで出演しますうん、タワー来た、ありがとう。タありがとうございます、ありがとう。タワンピースで、ワンピースのイベントをしたい。ソロイベっていうか、もうワンピースの歌を歌うだけの回来てくれるかな、みんな来てくれますか。そんなイベントしたらできるかはさておきAKB の曲以外歌えたらいいんだけど、ここで歌えたらいいんだけどね。それはそう。I wanna be free、 見えるよ新時代が。私たった一つの夢、あの歌が好き。決して譲れ
あれが好き、最後の方に流れてるね、あれ聞いてるんだけどね、うん、大ちゃん、いい曲。希望的リフレイン、リフレイン大好きだよね。このカード曲がったら君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。立ち話ですぐに別れた。せっかくのチャンスなのに、ただそれだけで十分だった。友達の友達じゃこれ以上進めない。偶然はでもきっと何度だってやってくる。どんなに、ね
好きになる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 リフレンか。うん、何個なるが入れるか。好きになる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 リフレン、これでいこう。これやりたいね。うん、ありがとう。あ、もう46分、早いね。もう終わりじゃん。今日も一日お疲れ様でした。もう終わりだそうです。そう、やりたい。好きになる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 っていう、あの6回カメラに抜かれたい。なる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 、これをやりたい。どこでやれるんだよ。全部カメラ目線しないと。うん、ソロコンをやろう。そうなんだよ、ソロイベね。確かにソロイベね、やれたらいいけどね。やりたいね。まあみんなそうだよね、事務所入ってやってる感じだよね。確かに。何歌おうかな。みんな何が好きなの、曲教えてよ。教えてよ何が好きか。はい。トットムシか。いいよね。やばい、今3秒前に覚えてた曲忘れちゃった。何今入れようとしたんだっけ。なんだったっけ。ちょっともう一回戻ろう。コメント欄を見よう。ずっとずっとが聞きたい。ずっとずっと、ずっとずっとってあったっけ。なかった気がする。あるっけ。何がきっかけだけ覚えてない。僕たちが喧嘩したわけ。待って、ずっとずっとって3分ぐらいしかないの。3分半だなんて、短め。何がきっかけだけ覚えてない。僕たちが喧嘩したわけ。二人意地張りで謝らずに口きかなかった。春に別れて夏が過ぎ、もう秋が限界だね。耐えられず電話をして、僕の前に君がいる。ずっとずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ、愛に。僕のこの人生編集しよう。会えなかったこの7ヶ月。
君も同じ気持ちで待ってたならもったいなかった。春に悔やんで夏に泣き、そう秋に決心したんだ。もしこれでダメだったらもう恋なんてしないこと。なんかさ、今のためがさ、ちょっとね、自分で積もっちゃった。あ、包帯が。生は人、ちょっと待って。なんかさっきのためが、なんか大御所の方が何回も歌ってると溜まっていくやつみたいな感じでおもろかったよね。ずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ、愛に。ウケる。ごめん。ごめんなさい。マジで歌えないんですよ、2番。2番歌える曲少なくない？サムネイルは全部歌える、2番。多分。ユニットも。多分。サムネイルはいける。雫はできないかも。できないかい？雫公演全然出てないんだよね、最近。雫公演、でもあんまりやってないもんね、曲。曲じゃない。あんまり回数。しずくやってる最近。え、もう53分だって。もう終わりじゃん。終わりです。ね、え、去年の4月から出てないの？無理。振り起こしできるかな。頑張るね。うん、頑張る。それもやんなきゃいけなかったって今思い出して、外苦笑い。やること多い、マジで。どうしよう、本当にやばい。なんで配信してんのって。楽しいことをして忘れようとしてるけど忘れられない。この後残ってるだけ、ただただ居残りなだけって感じの。はい、終わった。やらなきゃ。やることやります。ごめんなさい、遊んで。やんなきゃね、やんなきゃ、本当に。うん、マジで。そう、編集スラムダンク見たいんだけど、マジで。そう、見ながら配信するのもありかなと思ったんだけど、755ぐらいがちょうどいいんだよね、自分の中で。スラムダンク、くー、あと10話ぐらいで終わっちゃうの、悲しすぎる。無理。宿題残ってる、マジでやばい。どうしよう。うー、頭抱えてる。今日はお休みです。だからスラムダンク、見たい。無理かも。待って、無理かもしれない。見たい。やることやってから見よう。だけどもう今日は無理かも。見たい。もう楽しみください。楽しみの時間をください。時間が足りない。なんで配信してんのは言わないで。配信までは楽しい時間は過ごさせて。無理。1話だけ見る、だって無理じゃん。1話だけ見たら、どうしよう。待って、やることが言えないからあれだけど、1,2,3個あるの。3個もあるんかい。まあいいや、今日は2個できればいい。
今日は2個できたい、やりたい、やらないと。いやでも無理だな、もう1個目の時点で、1個目の時点でもうなんか、なんどんぐらいかかるんだろう私の頭、マジやばい、本当にもうどうしよう。でもやりたいことある、いっぱい。で今年さ、習い事とかもやりたいのにさ、そういう時間がちょっと取れる時間が足りないんだけど、一日をさ、もうちょっと長くしてほしいけど、もう無理なんだよそれは。寝る時間を惜しむしかない、だから寝る時間割くしかないよね。もう寝なくてもいける体になりたい。でも寝た後めっちゃスッキリするよね。なんであんなに人間って睡眠が大事なんだろう。本当に睡眠って素晴らしい。寝ないと無理だけど、寝ないでいい体になりたい一番は。そしたら24時間たっぷり使えるのに、うん、充実してる。この1時間も大事な1時間だった。配信の1時間楽しかった。やっぱ今日歌がさ、歌足りなかったから、やっぱりまだ足りないんだけど、全然なんか12時までって決まってるからもう良くないって思ってるんだけど、ダメなんかな違うんです、もう強制版で12時には終わるので。ランキング読みます。そんなこと言ってないで。13位ゆかアットマーク、ゆかアットマーク、今日も今日とてなるちゃんの歌声は最高ありがとう歌いました。12位ちひろアットマーク、ずっとずっとなる推し、ありがとう今日もありがとう。11位ゆアットマーク、好きになるなる希望的。10位とうやアットマーク、サイドポニーラブ。あ、そうなの、やったね。9位エムタカアットマーク、ライブでなるなる言いたい、声出し解禁いつマジで。8位ほのかアットマーク、今日もありがとう、こちらこそありがとう、今日もありがとうね。7位チームようちゃんありがとう。6位TK トンからアットマーク、タイありがとう。5位ケンタアットマーク、ようやく蔵の親のサイン入り生誕 T シャツが届いて、よい、書いた書いた今危ない、フルネーム言いそうになった、危な書いた書いた。4位サイバーアットマーク、123シャイン4 We go うるさ。3位はじめアットマーク、スラダン見ようぜ、メリークリスマスイブイブ ×349。 え、マジそれ1年やるの、すごい。2位くらぐり、一途のお手本ありがとう、一途なのね。1位た、ありがとう、たありがた、ありがた。はい、ということで今日も終わりです。マジで早くない、1時間とか。てかマジでなんで12時には終わらないといけないんだ。てか寝なくていい体になりたいそれしか言ってない。うー、スラムダンク読みたい、そこから来てる、全てはスラムダンクのせい、もうやばい。でもワンピースも好きで、ちなみに言ってないんですけど、スラムダンクは実況してる時間に見てるんですけど、スラムダンクの後にたまにワンピースも見てます。昨日ワンピースも見てました、スラムダンクを見終わった後に、ワンピースも見たくなっちゃったと思って、今アラバスタ見てますやばい、ずっとアニメ見てる、やばい、うん、最高。ワンピも見てるよ、ワンピも実況してもいいけど、もう2週目だからね、展開はなんとなく分かっちゃってるからあれだけど、初見って大事よね。そうそうそう、本当に朝になってる、気づいたら。あーやばい、もう終わっちゃう、バイバイみんな、おやすみ雑、バイバイ、もう終わっちゃった、今日も終わっちゃった、バイバイ、明日波動応援よろしくあー言ってなかった